イラク韓国人外社員殺害事件は2004年6月に発生した国際的テロ集団であるアルカイダの有力者であるヨルダン人幹部はブームスワブアイコールザルカーウィーが率いているとされるタウヒードとジハード集団を名乗るグループによって韓国人の貿易企業通訳担当外社員が殺された事件のことである2004年5月31日に 韓国系貿易企業の通訳担当社員がバグダッドからファルージャ付近の米軍基地に向かう途中で行方不明となった。6月3日、人質拉致のビデオテープを入手した AP 通信記者が拉致の事実について韓国外交通商部に問い合わせたところ政府担当者は拉致事件を知らないと回答。6月18日、韓国政府はイラクへの3000人の追加派兵を 決定した。6月20日、カタールの衛星テレビアルジャジーラが拘束された会社員が助けを訴えながら韓国政府にイラクからの撤退を求める姿を撮影したビデオテープを放映した。6月21日、韓国外交通商部の超在留本部大使を団長とした政府対策班をイラク現地に派遣、また、任広司祭イラク駐在韓国大使を窓口に イラク現地で多数のチャンネルを通じた釈放交渉を試みる。6月22日、韓国政府当局者とロブゲン大統領がイラクで当該韓国人の死体が発見された事実を知る。アメリカ CNN によると発見された遺体は頭部を切り落とされ爆発物が仕込まれていたとのことであった。6月3日の AP 通信社からの拉致事案発生の 問い合わせから6月17日の犯行声明までの間、韓国政府が具体的な対策を取っていない疑惑が持ち上がり、政治問題化した。韓国国民の世論は、イラク派兵の是非で意見が割れた。殺害後には、派兵に反対するデモがさらに増した。会社員の死があまりにもむごいので、韓国政府は、会社員が殺害される映像を、 インターネットで流された場合の悪影響を考え、韓国民がネットに映像を流した場合は、強力に罰すると発表した。また、会社員の死に抗議して、イスラム教の聖典コーランがソウル市内で燃やされる事件も発生した。遺族4名が、韓国政府が会社員に危険を前もって伝えず、事件発生後も感知に遅れ、感知後も追加破兵を撤回しなかったことは、 在外国民保護の放棄であるとして、国に損害賠償を求めて訴訟を起こした。2007年12月、ソウル中央地裁は、国の過失は認められないとして、原告の訴えを退けた。コッネイバー2007年12月3日、ありがとうございます。